かりさんだよね。同じ派遣先のリホです。お疲れ様です。これからよろしくお願いいたします。では明日も早いので、これで失礼します。え？待って待って、それだけ？それだけとは？何かお話があるなら、明日会社で直接伺いますが、あのさ、もしかしてひかりさんって陰キャ？え？周りから暗いねって言われない？あ、そもそも友達いないから指摘してくれる人もいないか。確かに友人は少ない方ですが、それは何かありましたか？何が言いたいのかよくわからないのですが。あのさ、そういう態度やめた方がいいよ。そんなんだから未だに派遣なんじゃない？同じ派遣のリホさんが派遣の私に何を言いたいんでしょう。さっきからよくわかりません。ちょっと私とあんた一緒にしないでくれる？私は今回の派遣先で絶対に正社員の座をもぎ取るの。ネクラで一生派遣しかできないあんたと一緒にしないでよね。私はもともと一生派遣でいいと思っているタイプです。人とつるむのも苦手ですし、派遣の働き方が合っているので。うわ、ザ・ネクラじゃん。その分だとひかりさんが正社員に選ばれることはなさそうだね。これは私の圧勝です。リホさんはそんなに正社員になりたいんですか？当たり前じゃない。ここもそのために選んだようなもんなんだから。知ってる？今派遣から正社員候補を数名探してるらしいのよ。そうなんですか？もちろん私はその枠に選ばれるつもり。正社員に興味ないなら出しゃばらないって約束してね。約束も何も、私は派遣として仕事するだけですから。正社員になりたいなら積極的に頑張ってください。もうすでに頑張っています。今なんて部署の方々と飲み会の最中なんで。初日からしっかり親睦深めてます。そうですか。ネクラのひかりさんは誘われてもいなくてかわいそう。あ、でもネクラだから誘われた方が地獄だよね。それじゃあ明日からまたよろしくね。私が正社員になれるようにアシストよろしく。リホさん、いい加減にしてください。勝手に私のデスクにリホさんの仕事を積まないでくださいよ。私は絶対に手伝いませんからね。そんなこと言わないでよ。今日は決戦の日なの。絶対に残業できない日だから仕事を手伝ってほしいの。基本的に派遣は残業しないことになっています。定時内でできもしないのに仕事を追加でもらってくるのやめてください。でもそうやって社員の方々からの評価を集めないと。正社員上り詰めるためには仕方ないの。同じ派遣として協力してくれたっていいじゃない。私には無関係です。巻き込まないでください。そんな冷たいこと言わないのよ。私たち同じ派遣仲間じゃない。こういうのは助け合っていこうよ。私、リホさんに助けられたことはありません。むしろ迷惑しかかけられていませんけど。そうだっけ？勝手に引き受けてきた仕事は手伝わされるし、入力エラーやシステム故障は丸投げされるし、はっきり言ってリホさんには迷惑しています。今日の仕事も絶対に手伝いませんから。待って待って待って、じゃあ今日で最後にするからお願い。今夜はついに社長のお孫さんとご飯に行く約束を取り付けたの。だから絶対に残業できないのよ。え？社長のお孫さんって先月入社してきた田口さんですか？そう、その田口さんとなの。最近やたらと目が合うんだよね。だから絶対に私に気があると思ってご飯に誘ったの。そしたら案の定、ぜひ行きましょうって言ってくれたの。そうなんですか。だからお願い、仕事手伝って。このまま私が社長夫人になったら正社員にしてあげるから。え、社長夫人？そうよ、私今夜のご飯で田口さんを絶対にゲットするの。そしたら私は派遣から正社員昇格どころじゃないわ。次期社長の奥様、ゆくゆくは社長夫人になるのよ。壮大なお話ですね。でもそれと私に仕事を押し付けることは関係ありません。社長のお孫さんのご飯に行くなら自分で仕事を片付けてください。もうこんなにお願いしてるんだから少しくらいいいじゃない。あ、もしかしてひかりさん、あんた私が羨ましいんでしょ？え？日頃から私ばっかりチヤホヤされてるの。睨んで見てたもんね。私がどんどん正社員の座に近づいていくのが羨ましいんでしょ？
だから私が社長のお孫さんとご飯に行くのも気に入らないんでしょう。別に羨ましくありません。睨んでいたのは、雑談する暇があるなら仕事をしてほしいからです。雑談も立派な仕事です。は？派遣にとっては正社員とのコミュニケーションも仕事なんです。私は光さんと違って愛嬌たっぷりなんで、毎日雑談のお仕事で大忙しですよ。雑談は仕事の合間にするものです。やっぱり私が社員の皆さんに気に入られてるのが羨ましいのね。口では興味ありませんって言ってるけど、本当はあんたも正社員になりたいんでしょう。違います。でも残念でした。もうあんたの入り込む隙はありません。派遣は正社員に気に入られてなんぼなの。社長のお孫さんと仲がいいから正社員に選ばれるのはこれが私だよ。社長のお孫さん、あなたのサボりっぷりを動画に撮って社長に送っていましたよ。え？ひたすら雑談しているところとか、社用 PC でオンラインゲームしてるところとか、熱中しすぎて撮られてることに気づいてなかったみたいですね。え、待って待って、なんで私がサボってるところばかり撮ってるのよ。田口さんってそんなことする人だったっけ？それが田口さんの仕事だからに決まってるじゃないですか。え？覚えていないんですか？入社の時に田口さんが言っていたじゃないですか。時代に合わせて我が社のウェブサイトを作るんだって。サイトに載せるための写真や動画が必要だって、たまに撮っていますよ。あ、そんなこと言っていたような気がする！今時、会社のホームページもないですからね。社長の孫だし、若いしってことで、ホームページ作成を一任されているようですね。嘘でしょ？私のサボってるところが見切れて映っているなんて！見切れどころか堂々ど真ん中に映っていましたよ。え？私、田口さんに見せてもらいました。あまりにも堂々とサボっているから面白くて、取りためていたようです。なんですって？それがかなり溜まって、ついに社長へ提出したみたいですね。ひどいじゃない、カリさん！私のサボりがバレてること知ってたってことでしょ？なんで教えてくれないのよ！普通はこそり教えてくれるものですよね！押し付けられた仕事をこなすのに忙しかったので。はぁ？リホさんに押し付けられた仕事が多くて毎日大変なんですよね。残業せず帰るためには雑談する時間もありませんでした。そんな中、リホさんに忠告する時間なんて一秒もあるわけないですよね。ふざけないでよ！私が今まで必死に愛嬌を振りまいていたのが水の泡じゃない！せっかく正社員まであと一歩ってところだったのに！もう少しマシな方法で正社員を目指しましょうね。それでは、昼休憩が終わりそうなのでこれで失礼します。午後もお互い、それぞれの仕事を頑張りましょうね。キー！絶対天使で上がって田口さんとのご飯で再アピールするもんね！どうしてくれるのよ！責任取りなさい！今すぐ私のところに来て土下座で謝ってよ！あれ？今夜は田口さんとご飯では？そんなの30分で終わったわよ！首を言い渡されてのんきにご飯なんて食べられるわけないじゃない！え、首を言い渡されたんですか？しらじらしいわね！どうせあんたも分かってたくせに！まあ、さすがに派遣切られるとは思ってましたけど、晩ご飯中に首って言い渡されるものなんでしょうか。晩ご飯の時に今までのサボり証拠写真を見せられたわ。明日会社で正式に通達されるから事前に教えておきたかったって、クビになるから最後の晩餐楽しもうかって、こんなの楽しめるわけないじゃない。それは散々な晩ご飯でしたね。晩ご飯どころかただのお茶よ。料理頼む前に店を出てきたわ。クビになる会社の社長のお孫さんと食事なんて喉を通らないわよ。あら、そうなの？しかも正社員はあんたに決定だって言われたわ。ひー！クビになったのも腹立つけど、あんたが正社員になるのをもっとムカつく。愛嬌のいい私がクビで、ネクラのあんたが社員なんてありえない。サボる人がクビで、仕事を頑張る人が社員になるのは当然だと思います。うっさい！正社員になるからって偉そうにするんじゃないわよ。偉そうにしていません。社員のお気に入りは私なのにクビにするなんて、ネクラのあんたを正社員するとか次期社長を見る目がないわね。そんな社長なんてどうせすぐ倒産よ。私の恋人を侮辱しないで。え？ご飯を食べずに帰ってくるってことは、今日は私の家でご飯食べるのかしら。
恋人って言った？言ったわよ。恋人ってことは付き合ってるってことで、社長の孫のタミスさんとイカリさん付き合ってるの？実は先月から。週2回ぐらいうちに寄って一緒にご飯食べてるんです。あ、やっぱりこれから家に寄っていいかって連絡来ましたね。多めに作っておいてよかった。待って。なんであんたみたいなネクラが田口さんと付き合ってるのよ。仕事ばかりで愛嬌も何もない女なのに。その仕事っぷりが素敵だって告白されました。え？リホさんのサボりっぷりを見ているうちに、私がどんな仕事量でも片付けてしまうことに気づいたんですって。そこはかっこよくて惚れだって言われました。はぁ？急にのろけてくんなし！ていうか何よそれ。愛嬌もないのに次期社長に告白されるとかふざけんな！ふざけず仕事に真面目に取り組んだ結果ですけど。だってこんなのずるいじゃない！私は必死に社員に好かれるように愛嬌を振る舞いてきたのに！なのに、ネクラの後が正社員で、しかも社長の孫の恋人にも選ばれるなんて！ずるい？仕事サボってる人が言える言葉じゃないと思います。そういうのは最低限の仕事をこなしてから言ってください。あーでも、派遣切られるからもう仕事もないでしたね。はぁ？それじゃあ彼がそろそろお家に着くので、これで失礼します。次の派遣先では、地道にけなげに仕事を頑張ってくださいね。私は正式に正社員にならないかという打診がありましたが、やはり派遣の働き方が合っているので、丁重にお断りすることにしました。派遣期間中は、社員の誰にも言わないことを約束に、田口さんとは今も交際しています。リオさんはその後も、派遣先で仕事より正社員への媚び売りを頑張っているが、未だに正社員への声がかかっていないと聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。